何の報告？彼氏できたっていう報告。見たらダメだよ、私の方見たらね。はいはいはい、はい、ということでですね、はい、あのよっちはね、前、はい、もう言ったから、うん、まあ、覚えてないかもしれないんですけど、うん、前に、うん、あの真柴先生遊びに来てくれたじゃないですか。おー、はいはいはい。で、その時にまあこう、うん、ほら新しいその漫画でエデンゼロっていうのをこれから書くっていうのを話してて、はいはいはい、うん、でそれでその時に、うん、私たち出してくださいって話したじゃん。あ、やったね。そう、え、それが、え、なんと今発売中のマガジンのエデンズゼロに私たち入れてまーす。ありがとうございます。先ほどコンビニで買ってきました。うわもういつも買ってね、今週の初めぐらい。そうだね、ちょっと遅くなっちゃったんだけど。え、見た見た、自分の見た見たい。まあ、ちょっと私はチラッと見ちゃったけど、ああ、まあ、改めてね、ちょっとみんなで見たいと思います。え、今月？はい、今月、今月っていうか今週だ。早っ、今週のマガジンに。早くない、真柴先生。はい、はい、ということなので、じゃあ皆さんで読んでください。うん、マジで叶えてくれたの、これで。え、やばいやばい。え、イエーイ、マジで言ってる。本当にすごいことだよね。出るかなって思ってた。嘘でしょ、本当に。そう、え、あ、ちょっと待って、どこだったっけな。俺めっちゃかっこよくしてくださいって言った記憶があるんだけど。楽しみだね。みんなが、ね、そのどういう風にね、書かれてるかっていうのを。やば、マガジンデビュー。そうだよ、マガジンデビューだよ、やばいよ。いや、デビューっていうかもう、ま、はい、マジで、ここですね、ここから、はい、はい、こちらからですね。はいはいはい、はい、ただいまね、第1巻も絶賛発売中でございます。あ、こちら、ここにね、なったら、ちょっと、なっちゃう、待って、どこだ、そこそこ、後ろに、はい、こちらね。あ、第1巻発売中です。みんな読んでね。じゃあ、はい、ね、どうする、読みたい、もうどんどんパーでいい。いや、ちょっと、とりあえずそのいるところ。あ、ちょっとここ俺、漫画買ってるからネタバレになっちゃう。あ、そっか、ちょっと出てると、パラパラーと。じゃあ、パラパラーと、じゃあ、はい、じゃあ、はい、はい、自分出てるか、ちゃんと、どこどこ、気をつけて確認しながら見逃さないように。見逃さないよ。待って、今のとこだった。見えてる、ちゃんと見えてる。違う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 。え、見てる見てる見てる。見えてる、ちゃんと。え、どこ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 。どこだ。あれいる？あれ？いた。え？いた！あー！見てよ！いやいや、なっちゃん！これ映していいのかな？この、ここだけだったら大丈夫かな？ん？ここだけだったら。あー、いいんじゃない？あれ？ここに。あ。こんな感じで、ここにりっちゃん、なっちゃんって名前まで入ってる。あー、ほんと？え？嘘？見せて見せて。うわ、ほんとだ。でも、ヨッチどこだ。あれあれ、ヨッチどこだ。あれ、あれ、ちょっと待って。待って、あの、この先出てくるのかな。そうじゃない、そうじゃない。待って、またここで終わりだな。え、終わった。あれ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 、りっちゃんの人しかいないの。あれ、えねえ、あれ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 、あ、待って、もう一回見てみる。もう一回見る、もう一回見てみる。もう一回見る。見逃した、見逃したからだよ。ヨッチ、パーッとちょっと見すぎてたから。うん、これかな、もしかして。いや、それはイケメンすぎないか。え、あれ、どあれあれ、え、嘘、ここに、え、嘘、そういる、いや、いや、え、これじゃないよね。なんで寄ってないな。あれ、ちょっと待って待って待って、なんかどっかに出てる、なんかどっかに、あ、違うな、これじゃないよね。え、これじゃないよね。で、メガネかけてないもんね。え、あれ、おかしいな。あれ、あ、これ、あ、え、いや、お、じゃ全然違う、全然違う。これも違うでしょ、これも違うでしょ。え、嘘、どこ、あれ、マシマさん。あれ、よっちゃん忘れちゃう。え、マシマさん、あれ、あれ、マシマさん、え、嘘、え、嘘、よっちゃん、あ、あ、あ、え、あれ、え、ちょっと待って、こういう影のとこにいるとか、ね、いや、この辺とか、いや、いない、この辺とか、あ、いや、いない。え、でもさ、これ、いたー、こっちがりっちゃんかな。あ、待って待って待って、でもさ、でも待って、とらわれてる人、女の子しかいないよ。だから俺がいなくて当然なんじゃない、これ。え、そうでしょ、え、あ、これか、俺、これ、もしかして。あ、ヨッチ忘れられ、あ、ヨッチは映ってない、映ってない。どうしてこんなん買っちゃったかな。え、え、終わり、映ってない。え、そう、本当に映ってない。はい、ということで、ドッキリ出ていこう。まあ、ドッキリっていうわけじゃないんだけど、はい、まあ、実はね、今回のこのマガジンに出てるのは私となっちゃんだけで、ヨッチはなんか改めて、マジで、ヨッチは改めて出してくれるっていうふうに、やったー、本当、まあ、その今書いてるのかとか私も全然知らないんだけど、うん、その、ヨッチは改めてちゃんと
出していただけるっていうことなので、お願いします。きっとだからもっともいい、その役で出させてもらえるんじゃないですかね。ですか、ねね、セリフとかあるんですか。あー、それはすごいよね。本当ですか、ね、全然何でもやります。でもとりあえずね、本当、はい、今回私となっちゃんを出させていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にね、いやまあそこの場でちょっとこう軽くさ、はい、行ったこう流れだったけども、あー、なるほど、本当にこうやってもう実現して、あ、ちょっと待って、なっちゃんのおっぱいはどうだった。おっぱいの話めっちゃしたよね。おっぱい残ったよ。映ってなかった、おっぱい。うん、そう、でも本当にね、あ、おっぱい映ってないね。おっぱい映ってない。あ、でも、あ、待って、ほら、めっちゃおっぱい、あ、めっちゃ、ほら、あ、私もうなんもない。ほんとほんとだ。はい、でもそこもね、気になる方はぜひぜひ買って細かいところ、すごい、ありがとうございます。すごいわ、やっぱさすが、やっぱさすがだわ。いやー、俺ちょっと敵キャラとして出るから。あー、そう、スライム攻撃とか出てるんで。確かにね。お願いします。はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。で、もしね、はい、もうマシマ先生が良ければ、はい、またね、ぜひぜひこう、ね、スタジオに遊びに来てもらって、またね、はい、コラボとかもしたいですよね。よろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、エデンゼロ、みんな見てね。はい、ということで、はい、これは一応メインチャンネルの方で公開しようと思うので、なるほど、はい、ということで、まあ、今週発売のマガジンに載っているので、皆さんもぜひぜひ見てみてください。お願いします。それでは、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。